What's up YouTube トランペットのりょうです。今日は覚えておくととても便利な半音階のパターンを一つ皆さんに紹介してみたいと思います。結構マイルスとかクリホ・ブラウンとかみんなね、使ってるようなパターンなので覚えておくといいんではないでしょうか。では説明する前に吹いてみますね。真ん中の、C から降りてきます。こういう感じです。というふうになります。何をやってるかというと、基本的には半音階で下がってるんですが、その下がっている半音に対して上下の音で半音でアプローチをしてるんですね。それを連続的に続けていくと今のアプローチ、パターンになります。譜面に書くとこういう感じです。この黒い一番ダメですね。黒いのがターゲットの音で、それに対して上下から挟んであげます。タララタララで、この黒い音が半音で下がっていくっていうことですね。そうするとタララってこの C の音が次の音のアプローチのパート、ワンノートになるんですね。そうすると今この C の音があって、この音があって、これに対して半音上半音下から挟んでいきます。で次は、今 C なので B に行くんですが、この B に行くときに同じように上下から挟んであげます。そうすると続けると、っていう風になりますね。これを連続的にやると、という風になりますね。登る場合はですね、僕はあんまりこれ使わないんですが、登る場合は逆に、例えば、というふうに登る場合は、これ今登る場合ですね、半音で登っていくんですが、それに対して今度は下の半音上の半音からアプローチしていきます。そうすると C の音があって、これに対して下と半音下半音上から挟んであげます。そうするとで上がっていくんですがその上がっていく時にまた同じアプローチをしていくんですね。そうすると連続的にすると、というふうになりますね。これで上がって降りてっていうパターンを、まず指と耳でできるようにするのがいいと思います。じゃあこれどういう時に使えるのかなっていうたら、まあ、どこでもね基本的に使えると思うんですよ。例えば、曲でこのメロディーを修飾するのに、もいいですし、アルペジオと組み合わせて、例えば、今キーオブ F なので、そうしたらみたいに使ってもいいですし、気をつけてもらいたいというか、今メジャーコードなのでフラット7吹いてるんじゃないのと思うんですが、どこに行くかが問題であって、そのモーメンタムで一瞬なんかアウトしてるんですけど、方向性は合っているのでミスノートには聞こえないんですね。伸ばしてしまったり強調してしまったりするとまた変わってくるんですが、ラインでホリゾンタリーで動いている時に方向性が大切なので、一瞬その音を通過する分にはおかしくは聞こえないと思うんですね。例えばここで、今 E マイナーのマイナーサードなんですが、こういうフレーズを聞くと、でこの、G シャープですね。G シャープの音はメジャーサードの音なんで、マイナーのコードでメジャーサードを吹いていいのって思うんですが、今アプローチ的に使っているので、これは僕の耳には問題ないと思いますね。最終的にはもう自分の耳で判断するしかないと思うんですが、そこまで気にする必要はないと思います。ただソロの中に入れていくことができると思いますね。練習する時はスケール、まずこのパターンを、基本的なパターンをどの音からでも自然にできるようになるっていうことが大切だと思いますが、その後は例えばコードの音に対して修飾してあげる、サードの音になってみたいにコードトーンを狙っていくっていうやり方もできると思いますね。でそれとアルペジオを混ぜてあげる。みたいな風に使っていくといいんではないでしょうか。あんまりこのフレーズだけを多用すると、ちょっとこう分かりやすいというか、耳につくフレーズなので、それをやってなんかこう曖昧になってしまうのは避けた方が僕個人的にはいいと思うんですが、ところどころでアクセント的にね使う分にはものすごく有用で便利なパターンだと思うので、ぜひ皆さんもこんなのをソロに取り入れて練習してみるといいんではないでしょうか。 Alright, thank you for watching. Hope you enjoy it. And if you like what you just saw, please subscribe my channel. Alright, see you soon. Bye.